はい、というわけで、これから第2部になります。はい、よろしくお願いします。ということで、森のおうち、日本美術館の森のおうち、米山博さん、この度はどうよろしくお願いします。お世話になります。お世話になっております。本当に今回は、森のおうちの展示室がとても可愛らしく、あの緑のみずみずしい原画に彩られております、この展示室。はい、ちょっとね、先ほど第1部でも言いましたけども、はい、こちらの展示空間が素晴らしくて、やっぱり照明が違うとね、はい、本当こう丁寧に描いてるなっていうのがよく見て取れるということで、ありがとうございます。はい、私たちもとても嬉しいです。森のうちのこの環境で見ていただける、とってもいい絵本じゃないかなと。ありがとうございます。そう、でそれってなんだろうな、これに合わせてやってるってわけじゃないんだけど、はい、こちらの企画をしていただいてる間にちょうどこのアマガエルの冒険が新刊として出てきました。おめでとうございます。ありがとうございます。で本当もう我々完全に今ね便乗してる感じなんですけどね。で4月の24日発売で、今4月の20日にな、21日間になってるんですけども、こちらもですね、こちら売り場で販売させていただいております。ありがとうございます。はい、販売をさせていただきました。はい、とてもありがたく思っています。はい、うん、で今回のアマガエルですけどね、ちょっと前とカフレモとは、違う、やや成長した姿を書いてあります。すごい迫力ありますよね。ちょっとね、今回はカフレモはまあ子供たちがね、カフレモして遊ぶので、一番最後に地元五段みたいなことやってますよね。で、どうこだはいいんだけど、その後どうなるのか、ちょっと大きくなって、さっきもね、ちょっとお話ししたんですけど、アマガエルって水辺からどんどん離れていくんですね。これ樹上性って木に登ったり、草に登ったりして暮らすわけですけども、そこで、今度どういうことが起こるのか、ね、最初のページ、どういうことが起こるのか、カフレモで遊んでたわけですよ。カフレモで遊んでたんだけど、なんかつまんなくなってきちゃったなっていうことで、あの森に行ってみたくなるんですね。じゃあ行ってみようと。そこから始まるわけです。そこで何が起こるのか。いや、かなりこれ、シビアなこと。ね、読んでいただきます。帯にあります。はい、逃げたり隠れたりするのは弱虫なことじゃないよ。これ、意心ですよね。意心ですね。これがね、どうしてそういうようなことを言わなきゃいけなくなるのか。そこまで追い詰められるわけですね、彼らは。で、どういう形ですか、読んで。いや、ですね、また違うんですよね。この、アマガエルの隠れんぼで、はい、とってもほんわかした気持ちから、うん、罪のドキドキ感、このドキドキ感。でも、この森の中に私たち普段暮らしておりますので、うん、はい、分かるところがあると言いますかね、うん、戦いですよね。あ、そうですね。私たちも普段森の中に暮らしていて、虫たちとの戦いですってよくお客さんに言うんです。あ、そうなんですね。そうですよ。虫が嫌いな人にとってはね、地獄のような感じですから。いや、そうでなくて、ほら、美術館という場所からして、まあまあね、やっぱりね、虫との戦いはあるわけですね。あります。まあ、お客さん守るという意味でもありますし、いろいろ戦いがありますけれども、やっぱり自然の中ってこういうことなんだなって、うん、生きていくのがね、そうそう、こういうことなんだなっていうのが感じられますね。人工的な環境ではないというかね、守られてないというか、いつも誰かがいる。で、そこと関係を結びながら僕たちは暮らしている。これ本来その姿、人間の姿も本来はそういうことです。誰かと関係しながら自分も生まれたら死ぬ。本当はそういうことです。で、人間で描こうとすると、それはなかなか難しいんだよ。でも、カエルたちは、野良に生きて、野生に生きて、生まれて死んでいく、戦っていく、毎日が毎日そういう暮らしですよ。で、それは、このカエルたちが、かくれんぼを次に言ってること、そういうことなんですよね。食わないと生きていけません。でも、僕らだって食われる対象でもあります。そこをどうやって生きているのか。それがこの言葉に入ってくるんですね。人間の社会だとちょっとね、逃げたり隠れたりとか、ずるいとか汚いとか説教とかってね、いろいろ言われたりしますけども、野生においては一番武器なんですよ。弱虫なんかじゃないんですよ。ではなんで色変わるのか。あれは戦ってますよね。バレるってね、あれじゃバレたっていう、そういうことですよ。でも
私たち、はいはい、もう哲学的にこうここに身を置いていける、うんうん、なんかここ心をね、はい、うん、移していける内容だなって思いました。うん、そうですね、うん、いろんなことがあるじゃないですか。やっぱりあの人間社会にあっても空気悪いとはないけれど、なんかね、引きずり下ろすとかね、なんかあいつのこと嫌いとかいろんなことありますよね。うん、でも物の見方っていうのはちょっとこう一歩半歩ずれるだけで、ね、ちょっとこう変わってくる。それよりもやっぱり僕はあの生き物を野生動物を描いてたりするのは、まあ、彼らってやっぱり僕で先ほど勇敢なんですね。でその姿を見て僕らはじゃあどういうふうに生きればいいのかなって基本的なことをもう、まあ、勝手に僕らが思うだけですけどね、うん、なんでこいつら純真なんだろうね、なんで一生懸命なの、今を一瞬に生きてる、まあ、こいつらみんなそうです。だその姿を僕は描きたい。だけど僕が描くとちょっとね、絵もダメだ。私が絵を描くとダメだ。なかなか伝えられない。だけど川島さんが描くとね、そのあのカエルがね、優しく僕らに語りかけてくれるという、あのだそれがやっぱりその、まあ、原作者できないことを描き上げてくれる妙ですよね。作品としてご苦労あったんじゃないですか。今回はあの森の中ということで、私自身もあの樹液の木とか出てくるんですけど、まあ、あんまりこう、ね、見たこともそんなによく見たこともないし、あと夜のシーンが今回いっぱい出てくるの で夜のね虫たちとか、まあ、さ今回あのやっぱり捕まえたり、ね、描くために捕まえたりしなきゃいけないで夜の樹液とかを見に行く、うん、もうそれ自体がもう自分の冒険って感じで、もう冒険しながらっていうのは描きました。とてもあのこのかくれんぼの時よりも虫がたくさん入ってるんですよ。本当に、ね、でも本当にたくさんいるんで、やっぱりもっともっといるんですけど、あともっとちっちゃい虫、見えないのはちっちゃい虫もいるんですけど、まあ、描ききれなかったんですけど、はい、もう野生にはいっぱいいますね。でその絵を描くときにその感覚では描けないでしょ。観察して理解しないと絵って描けないんですよね。でかもリアルに描こうとすればするほどきちんと観察しなきゃいけないところがあって、であとその今ここで今日ここでこれを見たからそれ全部描くってなっちゃうと今度これ典型じゃないかもしれないですよ。実はたまたまそういうふうな状況がある。そうするとあの間違った情報を描いてしまう場合、俺は何回も何回もさよっていやこれいるのは変だよね。で同じ夜に集まってるけども夜の夕方なのか深夜なのかで集まってくるのも違ってたり、でそういうあの自然の約束事というかな傾向というのもある程度分かってないと、そこの典型のどこを取り出してこういうふうに書くのかっていうね、植物があって植物の季節だったんでしょ。でこんぐらい成長してたら何月ぐらいかね、であのつぼみだったら何月、ね、花咲いたら実がなったら、そういった生物の季節っていうんだけど、それも全部合わせない。何が何を食うっていう場合もね、本当にこれがこれを食べるのかなっていうことも、これはね、もう学者さんたちが全部その調べてる、だそれを全部僕らは理解しないで、そうなんで、あの、まあ、いろいろ出てくるシーンがいろいろあるんですけど、すべてその検証は、まあ、やりました。でね、立野市長がいつも、まあ、自分の絵本でやっていることを初めて私は、その何十分の1か何百分の1かの検証っていうのをやったんですけど、本当に時間かかるんだけど、そのやっぱり、ね、何万人見るもんですね。でやっぱり学者さんだって言いますし、でそ何もそんなこと気にしないような人だって見るけれど、あの分かんなきゃいいやって、そういうずるいことはできませんね。あの分かったっていうか、視野がそのでも抜けてるとかあると思いますよ。だけど最善を尽くさないとそこはね、いけません。だそういう点ではあの虫っていうのはもう常に最善を尽くしてるでしょ。ね、明日死ぬかもわからない、ね、あと1分後に死ぬかもしれない、だけど、まあ、今はね、チャレンジ、そういう気持ちでね、僕らも書き込む力尽きましたね。最後のページで、ね、最後のページこんなことやったってね、別に何がやればいいんだけど、ね、でもね、まあ、樹液とか、まあ、虫とかこの絵本読んでも、あ、本当にいるのとか最後ね、え、そう言うけどそこに言い終わった後には本当にこんな絵本の仕事なんか必要なのかなって思うんですよね。いや、必要です。そうなのかな、はい、あで今回ごめんなさい
じ展示の話になってしまうんですけども、うん、森の内は、うん、あのアマガエルのかくれんぼの原画展と同時展示で赤ちゃん絵本原画展をしてるんですよね。素晴らしいの赤ちゃん絵本。いや、あの幼いお子さんを連れたお母さんたちが見てほしい、うん、それにこのアマガエルのかくれんぼとこのシリーズはぴったりだなって思ってたわけです、ね、コーディネートしてくださったから、ね、子供ってさ、大体の反応するものっていうのはなんとなくもう傾向として決まってたりとかしますけど、でもそれだけじゃないじゃないですか。親が変わりますよね。で、親と子供をつなぐ一つの、まあ、ツールといいますかね、はい、窓口のものでも、ものっていう点でもあるんですよ、うん、でもその親が行うアクションそのものもその絵本に含まれてるじゃないか。ちょっと難しいんですけどね、あの伝わるかどうかわかんないですけども、あの親に対するメッセージっていうかね、そういったこともすごく大事だなと思って、今そういう方向でね、ちょっと考えているところですね。先生にそういうお気持ちがあるからだと思うんですけど、実際に、今幼い子を育てている身としたら、うんうん、あの後書きを読んだらなんかとても勇気づけられたのか、あそれだ、ね、励まされたんですよ。嬉しいですよ。だからこの絵本をぜひ多くの方に、うんうん、ご覧いただきたいなと思います。ありがとうございます。すごくね、でもやっぱ現役の方にね、そう言ってくださるのはすごく、うん、あの嬉しいですね、うん、さあ、ということで、はい、アマガエルのかくれんぼ、あの1回の展示しております。で、今の話の中でね、もう一つ赤ちゃん絵本を見られて、あ、はい、しておりまして、アマガエルの冒険が発売になりました。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではまた、さよなら。